さんこんにちは、センタープロジェクトです。まあいつもいろいろやってるけど、今回は実験的なことです。まあこれができたら、これですよ、これコーラ。みんな知ってるよね、コーラ美味しいよね、コーラこう飲むじゃん。でもさ、もし遠くにこうやってコーラが、こうやってコーラがあったらさ、どうするよ、みんな。まあ取って飲むよね。でもさね、ぜーっと遠くにあったらさ、ね、大変じゃん。そういう時さ、みんなはさ、どうやって飲む？まあいろいろあると思う。まあ手取り早足がその遠くまで頑張って取りに行くんだけど、めんどくさい。めんどくさがり屋なわけじゃない、別に僕がめんどくさがり屋なわけじゃないけど、でもめんどくさいでしょ。でどうすればいいかっつうと、はい、長いストローなんですよ。長いストロー、長いストローがあれば、これをね、こうやってピーってやって、ピーってやって、こうピーってやって、ピーってチュッとこう吸えるわけですね。ピーピー言ってるけど気にしないでください。とりあえずこれに長いストローでこさせば、これが飲めちゃうってわけなんですよ。すごくないですか。ということで早速今回は作っていきましょう。実際ね、できるかどうか。はい、こちらストローね、ストロー100本をと、あと一応コーラにつなぎ止めるためのガムテープ。カン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 、やっかん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 、やっかやっかやん、カンカンカンコンカン。はい、完成しました。イエーイ、ほら拍手拍手。はい、できました。ついに完成ですね。ちょっと3メートルあるかわかんないけど、結構あるよ、ほらほら長いでしょ、ほらこれを。ゲップ出た。まだコーラ飲んでないのにゲップ出た。とりあえずこっちのコーラに、ね、入れていきたいと思います。待てよ、普通に飲んだら多分人間のこの吸引力で多分無理だから、どうするか考えましたよ。今思いついたけど考えましたよ。これコーラ振ってやればこうバーってくるから、こうツーッとこう吸うのとバーって出るので、こうバーってなるから、でバーってなって、こうバーって口の中に行って、で僕もバーって溶かさせていきましょう。タラタタラタラタタタラ、漏れないか心配だな。まあいいや、とりあえずやってみよう。3、2、3、2、1、5。はい、ダメダメダメ。チャンネル登録してね。チャンネルボタンはこの動画の下にあります。じゃね、見てください、こんなベトベト。もうどうしてるのこれ。もうこんなのゴミ箱へ、ペーン。あ、伊勢田さん